ウズール使者との戦はヤマトの大勝に終わった。帰国後、老人水戸の願いにより遺跡調査を行うことになった白たち。示された場所は今まで未調査だったウズール使者のとある地域だった。現地で偶然にも再会したマロロと共に遺跡の奥に向かった白。そこは棺のような装置がいくつも連なる施設だった。中には氷漬けの男が横たわっている。ここは墓所なのか問うように白が触れた時、男はゆっくりと起き上がった。そしておぞましい悲鳴とともに、その体がどろりと溶け出し、異形の化け物へと変貌したのである。塞がれた。姿に似合わず、なんと素早い。人からの変化といい、驚かすにも程があるぞ。お兄さん、どうする？やるしかないか。仕方ない、やるぞ。奴らは不死だ。無理に倒そうとは思うな。突破口を見つけ出し、とっとと繋がるぞ。さあ、行こうか。Yeah.
やんな。まさかこれを倒したらもっと分裂しないだろうな。この一撃で。変なことを言わないでほしいのです。おじゃ、それでこの一撃で。それ浅い。よほっ、この一撃で。それそれでこの一撃で。やこの一撃で。ほら、せや。それにしてもこの場所は一体何の目的で。ま、今は逃げ出すことを考えようじゃない。くそ、なんだこの頭痛は。せや、それまだ再生するのか。不滅ってのは聞いていたが、ここまでとは。ハック、このままだとちょっとまずいかな。クオン、なんでもいい、弱点はないのか。あったらこんな苦労しないかな。だからこそいつも追い払ってたんだから。言われてみればこれまでも閃光弾で追い払っただけだったな。姉様でもどうにもならないですか。切っても焼いても叩いてもみじん切り、水に毒、思いつく限りやってみたけど全部泥に終わったよ。悔しいけど。これはかなりまずい状況だ。このままではいずれ。凍ってる。待てよ、あの棺の中に入っていたやつ、棺を開けたからあのスライムに変化したんだ。それまではずっと凍り続けだったってことは、そうだ、スライムといったら凍らせるのが定番だろうに。みんな聞いてくれ、あいつを倒せるかどうかわからん、だが動きを封じることができるかもしれない。何？そんなことできるのか？お兄さん、なんか思いついたのけ？あの金属の管に冷気が通ってる。おそらくあれが棺を冷やしていたんだ。奴は棺の中にいた時は人の姿で固まっていたが、外に出た途端にああなった。つまり
つまり、なんだ？つまり、あれは凍らせることができるということですね。ああ、なるほどな。いや、分かっていたぞ。もちろんな。クオン、あれを凍らせたことは？うん、やったことないけど。でも、凍らせたところで、あれを殺傷することは。その必要はない。ただ、逃げる時間さえ稼げればな。あ、いいか、あの管を破壊し、吹き出した霊気を奴に浴びせるんだ。でも、うまくいくですか？管のそばにはたたりがいるですし、とても危険なことなのです。心配するな。やればなんとかなる。今までだってそうだったんだ。今回もうまくいく。むちゃくちゃなのです。うん、そうだね。吐くのすることはいつも突拍子もないけど、どういうわけかなんとかなった。みんなもそれでいいかな。クオン、どうしなのだ。そこまで言うからにはこの命預けた。ただでさえ厄介なのに、こんな大きくなったら手がつけられないぞ。奴らを凍らせよう。あの管を狙ってくれ。みんなでやればなんとかなるかな。早くここから脱出しなくては。ハク、顔が真っ青だけど大丈夫？ちょっと目覚めが悪かっただけだ。なんとか戦えるだろう。
手当てする。おまけだ。この冷気、ここまで冷えるものなのか。おお、やったでおじゃる。たたりが凍っていくでおじゃるよ。カチンコチンだな。ちょっと触ってもいいか。姉上、あまり近づいては危険かと。襲い来るたたりたちから逃れ、遺跡を封印することに成功したハクたち。人間がたたりに変貌するという驚愕の光景。ないはずの記憶が刺激されるハクをクオンがつぶやいた一言が貫く。たたりの正体、それは真実に触れんとした瞬間、ハクは意識を失う。やがて回復し、ヤマトに戻ったとき、ハクは自らの記憶を取り戻していた。